ベネズエラの砂浜砂浜は、波や風で砂などが運ばれて堆積した水と陸との境界域。ザマミ島、小ザマミビーチクロアチア南部の隠れたビーチモルディブの砂浜ラディーグ島、セーシェルゴールドコーストの砂浜フィンランド、ポリノイテリビーチの人々浜は、波や風で動く砂、泥、貝殻、有機堆積物などの堆積物からなる水と陸との境界域である。 サンゴ礁においては、増サンゴの活動は新鮮な海水のあるところで活発であり、そのために外洋に向いた浅いところに発達する。海岸線近くは、むしろ死んだサンゴやサンゴ骨格の破片などが堆積した砂浜となる。サンゴに由来してできた砂浜は炭酸カルシウムを多く含み、白っぽいのが特徴。特殊な砂の種類には次のようなものがある。 砂は波によってでも容易に移動しやすい粒子であるから砂からなる海岸というのは砂が運ばれてきて堆積した海岸と考えるべきである外海に面した波あたりの強い場所は岩礁海岸になりやすく内湾は泥が溜まって干潟になりやすいからその中間的な部分で砂浜が生じるが実際には様々な場合がある砂浜は 砂の堆積する場所に成立するが、その砂を運んできた沿岸流に沿って伸び、場合によってはその先端が海岸を離れて突き出す。これをサしという。サしの先端が陸についた場合、これをサすという。また、サすによって陸続きになった島のことを陸系島という。風で丘が形成された場合は砂丘と呼ばれる。包みのようになると、 浜包みと呼ばれる。砂浜は、気質である砂が固定しておらず、風や波によって変化する上、塩分、乾燥などの条件もあり、生物には暮らしにくい環境である。このため独特の生物症を持つ。特にウミガメの産卵は砂浜に限られる。また、砂は風によって移動するので、海岸の高配置を保全するために、防風林の造成が行われることがある。 他方、そのように表面が変形、移動しやすい環境ではあるが、人為的な格乱は、また異なった影響を与える。例えば砂浜に四輪駆動車などで侵入すると、深いわだちが残り、これが、海浜植物や海亀の子供にとって、大きな影響を与えることが知られている。日本では、海岸法の改正により、2001年から砂浜への、 車両の侵入を原則禁止するなどの措置が取られている。砂浜が侵食により減少したため砂を入れている。ハリケーンカトリーナによる漂流、漂着ゴミ河川の護岸による土砂の流出量の減少。河川にダムが作られてダム湖の固定に土砂の堆積などが起こることによる土砂の流出量の減少。砂や砂利などコンクリートを作るときなどに用いられる。 骨材の採取が進んで、砂の絶対量が減少。これらの理由で海に流れ込む砂の量が減り、各地の砂浜で海岸線が侵食される現象が見られる。対策として、波小ブロックの設置、他の場所から輸送してきた砂の投入による用品が行われている。例えば、三保の松原で有名な静岡市清水海岸では、 昭和30年代から昭和40年代初頭に、かけて安倍川の砂利採取が行われたことにより、砂の供給がほとんどなくなり、海岸線の侵食が始まった。昭和42年には大規模な砂利採取を止めたものの、その後も侵食が収まらず、人工岬の設置などの対策がなされている。浜は、海岸だけでなく、故障にもできる地形である。 浜から運ばれた砂が、湖岸に沿って堆積してできる、遠浅の寒斜面を、湖だなと呼ぶ。安全対策が行われた、海水浴場では、海開きされ、海水浴などのレジャーが行われる。サンドアートフェスティバルの、サゾーライフガードやライフセーバーが監視中であることを、示す赤と黄色の旗ブルーフラッグビーチに印象マーク、海水浴客を集める思惑から、 人工的に砂浜を作る場合がある。最も有名なのは、ハワイのワイキキビーチであろう。本来は、サンゴ礁の招致であった場所に、カリフォルニア州から砂を運び込んで、白い砂の海岸が造成されている。本来の海岸の姿は、島の反対側に広がる、溶岩起源の岩石が砕けて作られた黒い砂利の海岸である。日本でもいくつか例があるが、 波や海流などの自然の力で流出して、砂が定着しないことも多く、環境破壊などの点で、議会等で問題となった例もある。また、砂の流出に伴って起きた、人工砂浜の陥没のために、死者が出た例もある。ありがとうございます。